天皇家の美しい家族愛に国民は親友されている。今回の秋篠宮ご夫妻の不仲はどのような結果に行き着くのだろうか。先の秋篠宮家付職員はこの頃の夫婦仲を次のように承述する。現段階では離婚を選ばれるとは思いません。少なくとものり子様は改善修復を目指して夫婦の時間を増やしているように拝察いたします。ですが秋篠宮殿下が 行き場を失った殿下のお心。最近では、のりこ様のお誕生日文書での結婚容認発言を受けて、まこ様との母子関係は修復されつつあるという。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。偽皇族に必要なのは、DNA 鑑定、会計検査です。麻生太郎さん、皇室改革を願い、宮内庁の職員さん、 恫喝に、負けるな、やからは、本当は、怯えている、国民は、あなたの味方。この記事皆さんはどう思われましたかのり子と結婚して一番後悔してるのは秋篠宮様ではないですかあのような強欲で傲慢で自分に都合が悪くなるとすぐに怒鳴り散らす。こんな女といると心のバランスが乱れついお酒や薬に逃げ込まないといられない。ぜひ離婚をお勧めいたします。 ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。秋篠宮家の夫婦不仲は当然。そんなことより、秋篠宮一家は高東府より除籍し、三宅を廃絶、無一物にて一国民となり労働し生活を維持すべき。今までに多大な血税を湯水のごとく浪費したのだから、今後は一般庶民以下の生活すべき。小室加代はどこまで悪女なのだろうか。 かよをけいとともに急ぎ獄中生活すべきである。秋篠宮やの子も同様になればと強く思う。秋篠宮の離婚は、当然、今までの人を傷つける人生、税金の無駄遣い、やはり、成り上がりの家庭で育つと、親も親、赤坂御所に平然と、ただで済み平気とは、日本人にはできることではありません。一日も早く離婚してください。 税金の無駄遣いがなくなることは、万々歳です。大学生の時から、のりこさんは秋篠宮に接近をするべく、必ずと言っても良いくらい、秋篠宮を取り巻くグループの中に移っています。皇族になる、との思いは、小室圭より凄まじいと思います。秋篠宮を心から愛していたのではなく、皇族というブランドを愛していたのです。マスコミの皆さん、学習院のキャンバスを思い出してみては、 いかがですかのりこさんの凄まじい思いを知ると思います。今回のご公務では、ソーシャルディスタンスを保つという大義名分があったので、両殿下は劇場内にかなり距離を空けて入場され、椅子を一つ空けて着席されました。ですがお揃いの公務でご夫妻がこのように距離を取るのは以前から見られていた光景です。必要以上に離れてお歩きになるご夫妻に関して、 関係者からは以前から、前日に殿下が大酒を召されるなどを発端にして喧嘩などがあると、公務中でも構わずにピリピリした雰囲気をかすのでやめていただきたい、という嘆きが上がっていたほどです。確かに秋篠宮殿下からは、結婚を後悔している、という気持ちが滲み出ているようにも見えます。ソーシャルディスタンスというのは不仲が噂されるご夫妻にとって良い大義名分となったのではないでしょうか。 この日は久しぶりの外出公務ということで、殿下がいつものように緊張をほぐすため、とお酒を召し上がっておられたのです。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。第3条講師に、 精神もしくは身体の不治の循環があり、または重大な事故があるときは、皇室会議の義により、前条に定める順序に従って、行為継承の順序を変えることができる。DNA 検査とセットでお願いします。発達障害がなる人の行為継承権剥奪の理由なら、踏み人もアウトでしょ。知恵遅れだものね。発達障害って、イカ様にも取れますよ。 マコさんの複雑性 PTSD みたいに。少し前まで、障害児教育は、ノーマライゼーション隔離ではなく健常児も障害児も一緒に育てることが主流でした。今は、インクルーシブ教育が主流。対象児、もの、がいなくては、特別支援教育は基上の空論。特に教育学部附属小中学校は、教育実験校教育実習校ですから。 この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。講師に、精神もしくは身体の不治の循環があり、と言ってるくらいだから、秋篠を飛び越してなる人を先に天皇にするつもりでいるのか。秋篠宮を飛び越してなる人を先に天皇にすると言っても、肝心要のそのなる人が障害児なので。秋篠宮は帝王学を受けていないし、 自分が上皇の子供ではないことは知っているし、それに実際の天皇の仕事は地味で激務で自分は妻子も全くできないから本当は天皇にはなりたくないし、自分はこれまで道理動物園や水族館などを訪問するお気楽なお遊び公務だけやっていたい。でも兄のことは出し抜いてやりたいし、それにのりこも一度皇后になりたがっているし、だから自分が天皇になってもすぐになる人に代わってもらいたいが、 なる人には障害があって天皇の務めを果たすのは無理重感担不。それにいつまでもなる人を報道規制で隠しておくわけにもいかないし。なる人の障害が国民にばれる前に一日も早く秋篠宮家に高等位置を移してしまいたい。そこで連中は障害のあるなる人に代わって将来真子を女性天皇にさせようと途中で計画を変更。みて子がま子様さまでもノり子でもなく、 マコを最優先して養産を教えていたのはマコが皇室に残ることを知っていたから、マコが将来天皇になって子孫に養産を受け継いでもらう立場にあることを念頭に置いていたから自分が元気なうちにマコに見せておきたかったのであろう。だが、すぐに女性、女系天皇を認めさせてしまうと年市宮様が一番の対象者になってしまうため、目障りな年市宮様を連中は同じ在日の手賀のガキともにいじめさせて年市宮様の命を狙わせたり、 秋篠宮家付の皇宮警察官に敏宮様の暗殺を命じて敏宮様の抹殺を図るだが雅子様が命がけで献身的に敏宮様に付き添い敏宮様のことを守ったので計画は失敗そこで見てこと川立は悪知恵を絞り今度は敗退死運動を仲間に起こさせ何の日もない当時の皇太子を雅子様の病気を理由に天皇にさせずに秋篠宮へ上位させようと画策 しかし真面目で優秀で精廉潔白な皇太子様が天皇になれないようなちゃんと国民を納得させられるような理由を提示することができず、結局敗退し運動は盛り上がりにかけ断念することに。すると今度は連中はボケた上皇を利用して生前退位をさせしかもそれを高級化し、同時に天皇の定年制度も作らせて近城陛下を60から65歳で退位させようと格策。乗り子の。 令和は対象よりも短いはおそらくこれを指していたのだろう。あいにく愛全体の高級化には失敗したが、とりあえず実績だけは作ることができた。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。 ありがとうございました。小室夫妻が今後も日本からの支援を受け続けなければいけないという理由についてお届けします。ここからは引用を含みます。さて、現在2回目の司法試験の結果待ちとなっている小室圭さんですが、就職先は今も変わらずローエンスタイン中黒サンドラーで勤務していると言われています。同社は、ニューヨークやシリコンバレーのパロアルトなど全米5カ所に拠点を持つ、 従業員数350人程度の法律事務所です。去年の11月30日に、56歳の誕生日を迎えられた秋篠宮様は、結婚した真子さんについての父親としてのお気持ちについて、元気に暮らしてくれればいいなという去年の11月30日に、56歳の誕生日を迎えられた秋篠宮様は、結婚した真子さんについての父親としてのお気持ちについて、元気に暮らしてくれればいいなという気持ちでしょうかね。 そういうことを最後に言ったつもりなんですけれども、ヘリコプターの音で全て書き消されてですね。向こうも何か言ったのですが、結局、何も聞こえずに終わりましたと、述べられました。マコさんの結婚は、他方面に影響を与え、皇室もマコさんの結婚に伴う主樹のトラブルによって影響を受けたと言います。秋篠宮様は、当初はマコさんの結婚について反対しており、 秋篠宮様の意見に紀子様も同意なさっていたそうです。しかし、最後には真子さんの粘りがちというべきか秋篠宮様は会見にて真子さんの結婚を認めると公言され真子さんの希望通り、秋篠宮様の発言から1年後の10月26日に真子さんは小室圭さんと結婚しました。真子さんの結婚問題は、皇室や国民にも影響を与えただけではなく秋篠宮家内にも大きな影響を与えたと言い,います。 マコさんと小室圭さんの婚約が内定したという発表があったのは2017年でしたが、その後しばらくして小室圭さんの母親である小室佳代さんが借金トラブルを抱えていることが明らかになります。そのあたりから、マコさんと秋篠宮ご夫妻の関係性に緊張が走っていたようです。マコさんと小室さんの結婚が延期されている間に、秋篠宮邸の改装のため仮新居へ引っ越し作業があったそうですが、 マコさんはその頃、当初の予定では小室さんと結婚していたため、マコさんのための部屋などの準備が急遽行われることになったといいます。その際も、キコ様や秋篠宮様とマコさんの会話は必要最小限しか行われず、雰囲気も重かったとのことです。キコ様は、当初小室圭さんを絶賛しており、結婚に賛成したのにもかかわらず、金銭トラブルが明らかになった途端に、 反対するようになったことから、マコさんはキコ様に対して反発心を抱かれ、キコ様と会話できない日々が続いたようです。夕食時など、家族で団らしている際には、自由に話ができず、マコさんはキコ様との会話をしようとはされなかったようです。カコ様は、マコさんの味方で、姉の一個人としての希望が叶う形にと言っておられたこともあったため、 カコ様もキコ様と積極的に会話をされるということはなかったと言います。キコ様のパワハラに宮内庁も怒り浸透。また、この対談の中で、長氏は、キコ様のパワハラの問題などについても、次のように言及しています。中や、結構ご性格が激しくて、とはお聞きしたことがありますが、お付きの女性の方をすぐ首にしちゃうとか、そういうことも実際あるんですか長 聞き及んでいる範囲では、お月のメイドになり手がいないそうです。今は、一週間交代で、順番に対応しているらしいのですが、専属の人たちは全員辞めちゃったそうです。この貴子様のパワハラに関しては、週刊誌などでも詳しく報じられています。例えば、週刊新潮2019年1月3.10日号では、貴子様の身の回りのお世話をする職員のトップである次女長が、 着任してすぐに体調を崩し、わずか一週間で出勤できなくなったと報じています。こうした活動が身を結べば良いのですが、果たしてどうなるのでしょうか。宮内庁内部の反秋篠宮勢力に期待したいところですね。皆さんは、秋篠宮家は潰れるべきだと思いますかまた、仮に秋篠宮家を潰すとするなら具体的にどのような手段が有効であると思いますかぜひ、 コメント欄に感想や意見をお願いします。ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。潰すとなると法律を変えたり面倒なことになりそうなので、まず、お金の流れをはっきりさせて、余計なお金が流れないようにし、低予算でひっそり生活してもらえるようにすればいいんじゃないでしょうか。潰すとはどうなることを指しているのでしょう。具体的な例がないと、わかりにくいです。 意が高い方々は、下々の者がどんなに不満を持とうと、どこ吹く風です。逆に、やめさせたり、なかったことにしたり、嫌がらせをしたり、何でもやるようですね。恐ろしいです。佐川さんどうしてらっしゃるのでしょう。ここに至っては、皇室天畔の改正、女性天皇の誕生の容認を行えるように、世論を喚起して国会決議まで持ち込むしかないです。 国会議員が動くように選挙党でも声を上げていくしかないでしょう。昔、高校時代の話。同じ部活の後輩が、貴子様の笑顔は手つかめんみたいと言っていたが、彼女の洞察力の凄さを今になって思った。自分、あの頃の貴子様にすっかり騙されてましたよ。当時の自分に注意してあげたい。秋篠宮家の横暴さには目に余るものがあります。 金位のないかわいそうな一家だと思います。どうしてここまでそのような行いができるようになってしまったのか未だに男尊女費を怖高に言う一部の政治家と宮内庁の責任だと思います。いさめるべきもいさめず、言いなりになってしまったことに問題があります。突き詰めると、ガは上皇后の政子皇后様に対する嫉妬と秋篠宮家への偏愛ですね。 それらが秋篠宮家のわがままを助長させてしまったのではないかと推察します。名称も交代号で良いものを、なんで上をつける必要があるのか。以前は民間出身で大変に苦労されたと尊敬していましたが、今は人生最終章になってよくも醜い本性をあわらされたものだと憐れみさえ覚えます。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。 また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。なる人が佳作を受賞した第12回子供ノンフィクション文学賞の作文の盗作疑惑。宮内庁は参考文献として載せるのを忘れただの肝心用のなる人は、 私的に感謝だのアホなことを言っているがこれが盗作、パクリなのは火を見るよりも明らか本当に悪質だ。そもそも秋篠宮家のズルやパクリは今回が初めてではない。一ノリ子は宮内庁文化祭に雪うさぎを出展しているが、これはノリ子が公務の宿泊先の土産物屋で購入した親子さぎと売り二つ。になる人が宮内庁文化祭に出展のトンボは、 籠屋さんのインテリア工芸のとんぼの完全なパクリ。さんなる人が宮内庁文化祭に出展の切り絵は今森光彦氏の切り絵昆虫館と全く同じ。とパクリだけでもこれだけある。盆栽もとても素人の子供が作ったとは思えないような出来栄えだったし、秋篠宮ご夫妻の長男、久人様が去年の作文コンクールで入賞した作文の記述に、 参考文献として挙げられていない文献と告示しているところがあるとの指摘があったことについて、側近幹部は、久人様は指摘に感謝されていると説明しました。この作文は、久人様が2017年に母ののり子様と訪れた小笠原諸島の思い出を記された旅行記で、去年、北九州市が主催する、第12回北九州市子供ノンフィクション文学賞の中学生の部で、 対象にに次ぐ家作に選ばれていましたこの記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。それ以外にも、秋篠宮家では大学時代英語の語の過去形を語江戸と書き、 留学先にも通訳を連れて行くほどの英語力しかない文系出身の秋篠宮が1996年に総合研究大学院大学で英語で論文を書き博士号を取得しているが、この博士論文のテーマは道子の父親のいとこである正太大一氏の専門分野である家畜の鶏、課金、であることや、正田氏の弟子たちが手伝った協調論文であることは有名な話。 何でも正田氏は家畜学の分野で著名な東大名誉教授であったとのこと。のりコがお茶の水で取得した博士論文は単にアンケート調査をまとめただけのわずか9ページしかない、某大学教授曰くウィキメディアレベルのお粗末な内容。なる人がお茶の水幼稚園に入るきっかけとなった女性研究員を支援する特別入園制度は後にも先にものりコとなる人しか使ったことがなく、 別の女性研究員がその制度を使おうとしたら、お茶の水側から、お察しください、と断られたそう。現在その制度はもうなくなっている。そしてちょうどなる人の中学高校受験の期間を、タイミングよく、カバーした男子の偏差値が両校では20も。違うお茶の水とつくばまの不可解な、定型構成と交換入学制度。小はよしこで、 普通外部受験をした生徒は内部進学はできないはずなのに、受験に失敗してどこにも行くところがなくなったからという理由で、特別に学習院に進学。しかも学習院側にヨシコのために教育学部まで作らせて。そのせいで学習院の授業料が大幅に上がり保護者が迷惑したとか。これだけ優遇されたのにもかかわらず、一体何が不満だったのか知らないがヨシコはろくに大学に通わず、不登校で成績不良。 のため単位が足らず学習院側から追試を受けるよう命じられるもそれを無視したので、学習院はヨ子の留年を決定。それに腹を立てた秋篠宮が学習院に怒鳴り込むも学習院は決定を覆さないので、ヨ子は学習院を退学しマコと同じ ICU に進学。しかもその受験方法はそれまで現役しか受験資格のなかった AO 入試がなぜか突如、浪人生にも枠が広がり、 よしこはそれを利用して受験して合格。英検4級程度の英語力しかないのにもかかわらずだ。にしても、よしこは ICU には1年生から通っているので、学習院では全くと言っていいほど単位を取得しなかったってことになるな、笑い。2年間何をしてたんだろうね。税金の無駄だったね。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。 また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。悠仁様の気候。このようにメディアからの批判の声を気にされているという悠仁様ですが、現在、ツイッター等の SNS では、また別の問題で批判の声が上がっているようです。何でも、 お茶の水女子大学附属小学校の運動会での気候が収められた写真が話題になっているとか、久人様のご入学以降、写真撮影なども厳しく制限がかけられていたというお茶の水女子大学附属小学校の運動会ですが、先の写真以外にも、いくつか久人様の不可思議な振る舞いの様子が報じられています。謎の気候壁に、絶望的な運動神経、の子様が学校側に負担をかけてでも、 徹底して運動会の様子を報道させなかったことの理由がわかるような気がします。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。あーやのこの写真は多動の証拠だと言われてきました。多動を発達障害として、障害だから許してあげよう、と許容するようになったのは、特別支援校が各地にできてからのことで、学校からして、健常児と分けられてからです。 昔は知恵遅れの多道児は普通学級に入れられてきたので、授業中騒いで邪魔になっては教師も困り果て、小学校では長時間廊下に立たされたり、バケツを持たせるお仕置きまでされて、なんとか授業崩壊を防いでいました。のりこが今でもなる人を家で廊下に立たせるという話も、実際多道の子は、一旦騒ぎ出すと母親でも手に余るからでしょう。ちゃんと支援校に通わせて、 学校で運動もしっかりさせてもらい、ちょこまかしないように落ち着ける療育がなる人には必要なのに、これをしないままだと、結局一般社会に迷惑な存在、基地、となって、笑い者になるだけです。トレーニングパンツを加えて、女子に向かってバーとやってみせているのも、いたずらでもしないと全く相手にされないので、こういうセクハラまがいの行動になるのです。おむつがなければ、あそこも出していたかもしれませんよね。 いずれの粗相も支援校に通わせないからこうなったといえる、親子二代にわたる恥ずかしいファミリーヒストリーを象徴するような決定的赤恥写真でしたね。昔は知恵遅れの多動時は普通学級に入れられてきたので、授業中騒いで邪魔になっては教師も困り果て、小学校では長時間廊下に立たされたり、バケツを持たせるお仕置きまでされて、なんとか授業崩壊を防いでいました。そうなんですか ノーマライゼーション教育が導入され、たのが40年以前だったかな。今はインクルーシブ教育で、障害のある児童、生徒だけを隔離する方が教育上良くないということで、保護者が希望すれば障害があっても普通の公立に入学できますよ。でも、そういう親は協力的。反抗挑戦性障害の子供が暴れたりして、手を焼いてることもあって、 その子に加配で担当教師をつけたりもしているし、知恵遅れの子が授業を妨害することより、門部や家庭教育に問題があるとこの子供の方が教育現場では大変。両親、特に母親、としては、天皇にさせるために気合い入れまくり、何でもやって産んだ息子だから、年の宮様より遥かに劣った子ではまずいと思っているのだろう。狂ったように粉飾し、 世間に対してなる人さんを優秀な少年に見せないといけない脅迫観念。息子としちゃいい迷惑だよね。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。